昨日、今年のノーベル物理学賞の受賞者が発表されました。はい。名城大学の赤崎勇教授、名古屋大学の天野博教授、それからアメリカカリフォルニア大学の中村修司教授の日本人3人が見事受賞いたしました。はい。今日はこのノーベル物理学賞に関して話を聞いていきます。毎日新聞編集委員の本村由紀子さんです。本村さんは、赤崎さんと中村さんに実際に会って話を聞いたことがあるということですからね、はい、どんな方なのかもちょっと今日はお聞きしたいと思いますが、はい、本村さんおはようございます。おはようございます。今回お三方が受賞したこの青色 LED、 これ作成することが非常に困難で世界中の研究者が手を引いていたということなんですけど、これそんなに難しいことなんですか？光の三原色の中でも最後に残った青っていうのはですね、はい、その物質の光の波長の特質上とっても難しかったんです。それでみんながもう20世紀中の実現は無理だと、言ってもう次々と他の研究テーマに移っていく中で、はい、赤崎さんや中村さんは他の人がやってないからこそ可能性があると見込んでとことんやったっていうのが今回の受賞につながってます。そこでこのお三方が諦めなかったっていうのは、やっぱりそれはもう熱意なんですかね、情熱なんですか？もう多分持って生まれたその性格みたいなものもあるでしょうね。はい。で、まあ、皆さんにお聞きすると、その、これができれば、はい、その、飛躍的に生活が便利になるんだから、その役に立つ技術を自分が開発したいっていう気持ちもあったようですよ。はあ。それから、先ほどもちょっとお伝えしたんですけれども、本村さんは、赤崎さんと中村さんに実際にお会いになってるってことですね。あ、はい、そうです。実際、このお二方はどんな方なんですか？まあ、一言で言うと対照的ですよね。あ、そうですか。赤崎さんは企業なんかにも、まあ、所属しながらも、はい、その周りの人を上手にその巻き込みながら、輪を持って尊しとなすという感じの方なんですね。はい、で、鹿児島の出身でですね、まあ、その芯はとっても信念を持って強いところがあるけれども、その表面上は謙虚で、調和を重んじる方です。で、一方でその中村さんというのは、まあ、同じ地方の出身の徳島の方なんですけども、はい、そこでこう、あえて自分を孤独に追い込むことで、うん、何クソっていう真っ剣気をこう発揮して、自分をこう奮い立てていくような、そういう性格の方です。ただ、まあ、お二人とも本当にもう信念を持ってとことんやるっていうところは共通してます。そのあれですか、本村さんが会った時にはこの青色の LED の話とかは実際されたんですか？ノーベル賞のその取材の中でお会いしたので、話題の中心は青色 LED をどうやってその発想し、どうやってやり抜いたかっていうその経験をね、ずっと丁寧にお聞きしました。その中で、その話の中で印象に残ってる話っていうのは何がありますか？そうですね。やっぱりその天野さんは最初に、暗いけれども青く光ったその瞬間の充実感がすごくあって、で、これは本当に人々の暮らしを大きく変えるだろうなって思ったっていうようなお話をよく丁寧にお話しいただきました。はい、で、中村さんの方はですね、その発光ダイオードを作るために、まずその作る機械からご自分で作ったんですね。はい。それでその工場の日亜化学工業っていう工場の敷地の外にプレハブを建ててもらって、そこで毎日毎日その改良実験をしている中で何度も爆発を起こしてですね、最初はみんながもうすごく驚いて駆けつけてきてたけども、最後の方はまた中村がやっとるわいみたいな感じで、もう慣れっこになってたみたいな、すごくその奮闘努力のエピソードをいろいろお聞きしました。今だからそういうふうにちょっとね、こうなんかそんなエピソードになってますけど、やっぱり当時はあれなんですかね、その会社の中でもちょっと不思議なことやってる人だなっていう感じだったんですかね。まさにそうですよね。この実験を3億円かけてやっていいよっていうふうに一言でパッと認めてくださったのが、はい、日亜化学工業の創業者の社長さんだったんですけども、やっぱりそのなかなか芽が出ない中で、やっぱり社内の空気がちょっと冷たくなっていったり、こんな中小企業からそんな大発明ができるわけないっていう、そのなんかこう偏見とずっと戦い続けてたし、実際に中村さんは訴訟も起こされてますし、ね、そうですよね。まあ、かなり辛い日々はあったでしょうね。これで今回ノーベル物理学賞、日本人のお三方が受賞したんですけど、今回まだ日本人の受賞っていうのはこの先ありますか？ありますよ。そうですか。
あるんですか？まずですね、日本は物理学がとってもやっぱり受賞数が多いんですね。はい、で、まだこれから先、素粒子分野とか天文分野、それからこういう物質科学の分野でもたくさん目を持ってる方はいます。さらに言うと、今日発表される、はい、科学賞、化学賞ですね。はいはいはい。こちらも今年はですね、日本が強いと言われる有機化学に、与えられるのではないかという噂が広がっていて、そうなると今日も可能性がなくはないと。そうなんですか。すごい。そうなんですよ。またじゃあ朗報が入ってくる可能性がある、大変なんですけどね、朗報は繰り返しあった方が嬉しいですよね。いやー、本当そうですね。そうですか。わかりました。ありがとうございました。どういたしまして。毎日新聞編集員の本村由紀子さんでした。